今行くぞ。なんとかなりそうだ。ちょっと早いけど、とどめを刺しちゃおうか。やっぱりデケーキの正体はピッコロだったのか。お父さん、もう大丈夫なのか。おめえらのおかげでダメージも回復できた。あとオラに任せてくれ。何？ん？お父さん。そう。奴が地球にいた頃とは比較にならんぞ。貴様がフリーザか。まだゴミが残っていたのか。ベジータはオラと戦う約束をしたんだ。邪魔すんなよ。ん？カカロット、お前、あいつだ。俺は貴様が許せねえ。最後まで抵抗した。あのサイヤ人にそっくりだった。バカだね。おとなしく震えてりゃよかったのに。今までのカカロットじゃない。とうとう限界の壁を乗り越えやがった。この俺にもはっきりと見えなかった。奴はフリーザのスピードを上回っていたんだ。やばい、避けろ。僕全部弾き飛ばした。しかも片手だけで。こいつこそ、貴様が最も恐れていた、スーパーサイヤ人だ。お？全宇宙最強の戦士、スーパーサイヤ人だ。ベジータ。ベジータ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。いつまでもこだわってるからさ、僕はくどいやつが嫌いなんだ。カカロット、ベジータ、スーパーサイヤ人じゃないのか。甘さをなくせばなれたはずだ、スーパーサイヤ人に。だいたいそのスーパーサイヤ人ってのがよくわかんねえ。それ以上喋るな。死を早めるだけだ。俺たちサイヤ人はあいつの手となり足となり、俺たち以外は全員殺された。フリーザはスーパーサイヤ人が生まれるのを恐れたんだ。ベジータ、フリーザを倒してくれ。サイヤ人のやっとくたばったか。おめえが泣くなんてよっぽど悔しかったんだろうな。
わかってるぜ。おめえは大綺麗だったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラは地球育ちのサイヤ人だ。おめえに殺されたサイヤ人のためにも、ここのナメック星人のためにも、おめえをぶっ倒す。おめえたちに殺されたサイヤ人のためにも、そしてこのナメック星人のためにも、まったくお前ら虫キラの仲間意識にはヘドが出るよ。伝説には慣れっこない。おめえだけは必ずオラが倒す。ベジータが死んだ。なんだって。そうだ、フリーザに殺されたアッサリとな。サイヤ人としての誇りか。畜生、そんな野郎相手じゃいくら悟空でも。悟空、悟空、なんてパワーを秘めているんだ。頼むぞ孫悟空。貴様ら、この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。お父さん、お父さん、死なないで。フリーザをやっつけて。あいつ木を読むことができねえんだ。ごはん！うわっ！すげえ、すごすぎる。今度こそやった。サイヤ人か。ここまでやるサイヤ人は見たことがない。そこだ。ほう、あったのですか。まさかスンが。いい勝負をしとるよ。いや、悟空に限ってのことかな。強さに再現がない。なんてやつだ。なんてやつだ。ああ、おいしい。歩けない。美人薄目ってほんとね。もういや、誰がこんなところでカエルと心中するもんね。少しはやるね。なんだ。うわ、ごはん、お前が言っても邪魔になるだけだ。信じろ。なんだ、わざわざ来てくれなくてもすぐに殺してあげるよ。危ねえ危ねえ。あそこに落ちたら死んじまうもんな。
もう何度も同じ手にはやられねえぞ。壊れたらどうすんだ。なあ、父さんや、考え直してくれんかの。うちのブルマちゃんが一緒なんですもの。大丈夫よ。やじろべ、ところがなめくせに言ったみてやだなや。あんなのとまた付き合ったら、ごはんちゃんが不良になっちまうが。おかけてけろ。相当時間がかかるちゅうこったぞ。いやいや、3回目ともなるともう設計図を見んともできる。仕方ありませんな。父さん一人を行かせるわけにはいくまい。少しは悟空たちの助けにもなるじゃろうって。思っていたよりずっと強いようだね。かもな。でも、わかんねえぞ。お決死だ。君がそれぐらいで参るわけはないからね。あの野郎もとんでもねえスピードだ。さてどうすっかな。あくまでも目で見て探っている。大丈夫。お父さんの気は全然減っていません。よし、そのままそのまま。どうした、まだかな。そろそろいいかな。それいけ。来た、あいつじゃない。大成功だ。僕に誇りをつけたのは親以外では君が初めてだよ。まいった。少しぐらいはこてえてると思ったんだけど。ちょっと脅してやるか。よし、こうなったら、うわー。生意気なやつだ。こそ最後だね。かかったね。しまった動き。なんとかここから抜け出さないと。フリーザは遊んでやがる。やっぱり遊んでるってわけか。なんて野郎だ。お父さんは。あの野郎も本気じゃない。え？今の攻撃には気をつけねえといけねえな。ん？悟空のやつ、
どうやって？そんなすごいこと、あの一瞬に。さすがにちょっとムッときたよ。オラもだ。する技と技、炸裂するパワーとパワー。